なぜまだ京成成田にいるのかしら？冒頭のあれは何なのぜ？東成田行きが発車していくわね。成田さんでうなぎを食べるんじゃないの？初詣するんじゃないんかい。元旦から上野方面に向かうお客が多いわね。話を聞け。あれじゃ上野に向かう特急もこの時点で込み込みね。もったいぶらずにさっさと話しなさい。無双不倫かますわよ。慌てる白霊の巫女はもらいが少ないってね。ほら乗車電よ。やってきたのは3000型の7次車3050型ね。もともとスカイアクセス専用だったけど3100型が増備されるたびに本線に転用されているわ。さあ成田空港に向かうわよ。やっぱりかまだ朝早いし初詣してから空港に向かってもよかったんじゃないのか？うぷ主は成田さんに行くわけにはいかないのよ。トラウマでもあるのかしら？一応ちゃんとした理由はあるのよ。まあそれは申し訳ないけどいずれわかると思うわ。勘のいい視聴者様ならピンときたかもしれないけどね。次は空港第2ビル、空港第2ビル、成田第2第3ターミナルです。成田スカイアクセス線はお乗り換えです。成田空港をご利用のお客様にお案内します。成田空港は3つのターミナルがあり、ご利用の航空会社により大入りなる駅が異なります。成田第2第3ターミナルへは空港第2ビル駅で、成田第1ターミナルでは終点の成田空港駅でお降りください。お出口は右側です。空港に向かうということはまあこの先どうするのかは想像つくけど、やっぱり手はしないよな。狛江の信号場で東成田線が分岐していくわね。東成田からでも空港には行けるわね。そりゃもともと成田空港駅だったしね。まもなく空港第2ビル駅だぜ。第2と第3ターミナルに用があるならここで下車するのよ。ちなみに大手私鉄と呼ばれる路線の中で一番東にある駅ね。一区間だけだけど一番前に座ることができたわね。そんじゃ少し前面展望としゃれ込むか。島込め雪になるのね。久しぶりに来たけど中間改札なんてできたのね。スカイアクセス全開用時にできたみたいよ。あれが出口だな。以前は改札のところに検問所があったわ。ある日うぷ主が乗りつぶしでここまで来たんだけど、検問を抜けるにはパスポートか身分証明書が必要なのよね。うっかり免許を忘れちゃったから事情を説明してやっとのことで抜けたわよ。今は検問ないわよね。羽田が国際空港になっちゃってお客の取り合いになったから、
2015年に面倒な検問を廃止したわけだな。代わりに監視カメラを導入したんだっけ。映像データの管理には十二分に気をつけてもらいたいところね。利便性とセキュリティをしっかり両立してほしいので。はい、抜けた。しかしこれからまさか飛行機に乗るわけないでしょ。戻るにしても波に乗るのかしら。オーロラシティライナーなら当然袋はスカイライナーでしょ。 AE 型の本気が見れるのか。それじゃあそこでスカイライナーのチケットを買いましょう。直近のライナーは10時59分発だからちょっと急ぐのぜ。無事購入。44分で上野に着いちゃうのね。早いなぁ。楽しみなのぜ。京成本線とスカイアクセスでホームが違うから間違えないようにね。京成のホームは単式だったけど、スカイアクセス線開業時に島式ホームも追加されたわ。単式の1番ホームからはスカイアクセス線経由のアクセス特急が出ているわ。島式ホームは乗り場を4つに分けてるのぜ。2番と3番がホーム前方で京成本線系統の列車が、4番と5番がスカイライナーのホームになってるわ。すでに入線してるのぜ。この流線形のノーズがたまらないわ。入線してっけどまだ乗車できんな。まあ待ちしかないわね。乗車するスカイライナー16号はアウトを通過するパターンよ。新鎌ヶ谷に停車するのもいるのか。乗車は次回。今回は成田空港駅の概要ってことでいいのね。そういうことね。今回は短いですが、まあキリもいいので、次回もぜひご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。